皆さんどうもドラゴン TK です。じゃあね、今回もシャーロック・ホームズ悪魔の声やっていきましょう。一応ね、プレステ4と3とあとスマホのゲーム混同でね、ゲームタイトル五条に縛れてもねやっております。今はでね、ウィッチャー3の方やっておりますので、もしよければそちらの方も見てください。ではね、行きましょう。前回からね、そのまま何も押さなかったんでではやっていこう。よし、まあもしよければね、あーからやってるんで見てください。ん、何が起こった、何、ん、Yes! Well done, Watson! お見事、ワトソン。ん、ホームズ、You're playing bowls? ボーラー遊びだと Indoors? Not just any old bowls, Watson. ワトソン・ローン・ボールズ。Seriously? その怪我で Injury?Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's Bowling Club. It's an official invitation. あ、そうな。I'll just need to dress suitably and then we can leave. マジで？え、着替える？うん、必要せよ。L13 でいろいろまだおばつかんけども。一緒の格好、悪党の格好、牧師の格好。スポーツウェア、あ、これか。スポーツウェアやんね、確かね。スポーツしに行くんやから。なんかよう間違えるわ。これかな。ザ。貧乏忍者やるまいし。ワトソン、1試合でいいっしょ。Mr. Holmes。お、played very well. I'm obliged to you, Sir Charles. I play many outdoor sports. That's good. My friend Dr. Watson has decided to join me. Really? Mr. Holmes, would you like to see the first prize? A rare stone Mayan Kiche Kangen. Indeed. Their legendary king, Tekun Maun, has a statue just there. これはまあ、これはレプリカ。レプリカ、レプリカかい。Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside.小読みは屋外のなんて最後や。まあ いや適当にやっていくか。The statue of Tekun マヤの王テクンマウン。なんて何の大会って？The first prize. 優勝商品はマヤ基地の小読み。おお。お、ちょっと待って。ホームズ。今年は調子いいか。なるほど。リーブロック。リーブロックっていうやつと対戦するんかな。ねえ。にしても、お、ここらへん。ここ、こいつは何？Mr. Holmes, are you ready to begin the final game?もう始めよう。Let's start the final. 俺が操作するのかな、もしくはもう適当にゲームを始める。え、ちょっと待って、手持ちのボールを1投目の白いマーカーボールに近づけるよう、手持ちのボールを1投目の白いマーカーボール、わからんけど、まあやってみよう。ちょっとほんまにわからんけどな、やり方。ああ、こういう競技なんや。へえ。え、何それ、え、何それ、狙いを定める、押し続けて拡大する、 R に。ほう、ほら、どうだ、俺なんかようわからんねんけど、あー、こうなるということは、おー、結構いくな。よし、ええ、
え、何、何文字なの俺。え、適当に押され、あ、向こう側か。あ、そういうことな。理解した理解した。ほう、そういうことな。ここら辺やったらな、行けそう。あれではそこら辺やったから、ここら辺や。どうだ、おお、いいとこ行ったね、いいとこ行ったね。みんなから拍手喝采です。うん、うん、あっちよりもこっちの方が上ですよっていう。総合得点か。いや、それはないよな。うん、さっきよりも近づけるとしたら、もうちょいこっち側から、ちょ、こ、ちょいこっち、ちょいこっちで、そっか、あかん、ミスった、今のはミスった完全に。なんかちょっとしたなんかさ、オリオン座みたいな感じになってない。真ん中に城があってさ、やってもだろ今のはな。うん、お、あ、ちょっとやばい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 、おい、これ最終的にどうなん、どうしたらいいんかわからんけどさ、5、6、7、よいしょ、そこらへん、そこ、オッケー、それでいける。おー、素晴らしい、いいね。ん？で、これどうなんの？あー、もしかしてこれさ、最終的に多いところが勝ちとかある？あ、ラウンド1、あ、やっぱり近かった方がいいんや、これ。よかった、マジでよかった。そこじゃい。どうだ、で、俺から行くと。うん、まあさっきもここら辺ぐらいからやってちょうどよかったから、ここでさっきでもちょっと強めで、そこいいんちゃう、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 おー、おー、マジか。お、でもまだいいよ、まだいいよ。うん、楽しいねこのゲーム。ミニゲーム感覚でできるからちょうどいいわ、マジで。どうだ、相手はまだ いけてないっていうな。2投目か3投目が良かったね、最初の方はね。おーし、じゃあまだもうちょいこっち側やね、はっきり言って。で、さっきよりもちょいと強め、そこ、あかん、ちょっとあかんっぽい、ちょっとあかんっぽいぞ。お、けどいい感じ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 、きた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 、おお、きた、あー、ちょっとあかん、あー、行き過ぎたけどね、へー、みんな喜んでくれてる、うまいこと言ったからな今のな。ちょっと待って、やばくねえかこれ。あー、いけてる、あ、いけてる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 、こっちの方が上や、こっちの方が上や、こっちの方が近いぞ。あ、こっちからも行けんねや。はあ、なるほど。なるほど、そういうことな。ちょ、もうこっちから、こっちで投げられるから、こっちで行こう、もう。さっきもこれぐらいやってんな。ちょ、もうちょいか。こうか。よいしょ。そこ。
あかんか。なかなかにね、最後うまくいくからな、よう滑っていくからさ、そこもちょっと計算に入れとかんとな。これちょっときつすぎんか。無理やろこれは。俺よりも行くことはないと思う。うん、やっぱりな。お待ち通り。俺の勝ちちゃうか今回も。こっちからやってみる。これぐらいやんな多分な。これぐらいかな。マジでわからん。OK、そこ。わからんかったから適当になってんけど。よっしゃ、もうまあ勝ったわな。まあ勝ったわな。これ最後もめっちゃきつかずかん限り。はっきりさ、言うとさ。ちょっと待って。やばい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 。ああ、いけた。通り抜けてるしやな。ああ、勝ったな。これ勝ったな。うん。俺の勝ちやな、これな。やはり。え、まだあんの？今回これやって終わりやんか。待って、嘘。そんなあり？あ、全部行ってもだ。全部行ってもだ。なんか全部行ったら気持ちいいな思ったから、ちょっとやってみたかったよな、今のは。で、俺からと。よし、じゃあここら辺ぐらいから。よいしょ。ほらよ。どうだ。うおこれ買ったら、あ、これ買ったわ。うん、ごめん、俺買っちゃったわ、また今回も。あの近づきようはすごいよな、ほんまな。うん。行き過ぎてるよ。全く待って、そんなとこ眼中にないよ俺は。うん、こっちから行く。さっきここら辺やってんな。もうちょいこっちではないか。もうちょいこうか。そんな感じかな。よっしゃ、おらよ。あかんか。あ、さっきと同じようなパターンが。ウェイ、さっきよりかは無理か。なるほど。ああ、そうなる。あ、これはいけたな。こいつヘボいな、だいぶ。一旦こっち側からもうちょっとやってみるか。よし、これぐらいか。オッケー、よし、どうだ。うん、そこそこやろ。あー、マジか。やってもだな、これは。もうちょっと、もうあのさ、城につくような感じで行きたいね、俺は。マジでさ。あ、これやばくねえか。あ、やべ、あ、やべ。あ、でもありがとう。俺の方が上になったわ。ナイス、俺。ナイス相手やね、ここね。こっちから行こう。あっち側からわからん、俺には。ここら辺か。よっしゃ、どうだ。あー、あかんな。俺の方が近いっていうな。相手アホやろ。相手アホすぎやろ。完全にこれは俺の勝ちじゃないのねえ。こんなんさ、無理に決まっとるやん、相手。俺の方が近かったというね。ありがとう。アーサー・リー・ブルック。ね、勝ちましたよ。
完勝ですな、これは。おめでとうございます。大変素晴らしい試合でしたね。表彰式は早朝も一応名調ね。それでは明日前のカレンダーのお気合いとしなさい。明日出席のキャンセル仕事仕事だというのか、それは残念です。さあ家に帰ろう。See you tomorrow, Mr. Holmes. See you tomorrow. ああ、なんか食いたかったな。ワトソンが喜ぶ。Let's go home. Let's go home. せやね。Let's go home. 帰ろ帰ろ。まあ帰るか。何もすることなさそうやし。よし、まあ走って帰ろうと思ってんけど、あ、せや、まだ近い。This statue was made of metal. 金属製、ああそうなん。まあ一旦ね、これでベイカー街221便に戻りましょう。にしても楽勝でしたね。最後の完全に事故やんか、相手の相手の事故で俺が完全に勝者になるためにやってくれたようなもんやんか。あんなん最初どうするんかわからんかったけどね。近づけた方が勝利か。面白いな、これ日本でも流行るんじゃないね。ゲートボールじゃなくてこういうゲームになるんじゃない。ゲートボール廃れてこういうゲームになってもいいんじゃないかっていうぐらい面白いこのゲーム。スポーツゲームはね、スピン効かせて白いボールのところに近づけて、近づいた方が勝利っていうね、シンプルで分かりやすい。しかも最初にね、投げる人が白いボールを投げるっていうね。いいんかよって思ったんやけど、普通そういうのさ、審判とかがおってそういうの、そういう人が投げるんちゃうのって思うんやけど。Oh, Daddy. Hello, Mr. Bouvier.Hello, Mr. Holmes. Well, England. Your costume. Don't you like it? Oh, I do. Oh, I do. Come on, show some respect. 失礼や、お前失礼やぞ、ホームもお前は。で、何？注意深く観察しながら相手の性格や境遇、起こった出来事を汲み取ってみよう。何もない。お、なんか発見。風変わりな宝石。お、愛情の意、囚人を訪ねた愛情の意。違う。お。魔術的な品ではないと思う。はっきり言ってな。爪ではないんや。爪ではないんや。どこあと、あ、これか。傷だと事故による怪我。いや、あのここら辺ね、着るやつおるから、たまに自殺未遂かなって思うけど、この身なりでそれある？いや、ちょっと待って、事故による怪我じゃね？ならなんかいろいろ考えてしまうな、俺もな、こうなってくると。事故による怪我かな。それあかんか、やっぱ自殺未遂の方にしとこう。ちょっと怖い、ちょっと怖い。っていうかさ、他何も、他どこにある？じゃあ、風変わりな宝石だよね。それやな。え、何これ？指輪はしていない未婚。あ、そういうこと？そういうこと？どうや？どうや？あ、不正確な人物ぞ。不正確なんや。マジか。
なるほど。犯罪世界とのつながりが見えると。なるほど。You know, Father, Miss Alice was telling me all about her travels. She has already toured the world with her father. Your daughter is exquisite. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream! まあ、見てんところで何をしてるかわからんからさ。自殺かなと思って、自殺未遂かなと思ったけど、そこ違かったんかな。ん？あ、何だっけ？企業教育方針を理由に断る、突っぱねる、突っぱねたあかん、ピアノ自体を批判する、いや断る、全部批判するとかそんな感じやんか。え、あかんやんそれ。ピアノは、ピアノ自体はいいよ、うん、器用になるからな、うん、まあまあこれにしとこう。 Kind of you, but I decided that Caden should stop playing the piano. Oh, Father, why did you say that? Caitlin, we are neighbors. We'll meet again.Until then, I shall leave you with this book. Thank you, Miss Alice. うん、翌朝。おう、うん。で、え、で、で、まあ今回これぐらいにしておきましょうか。前回、今回ね、結構なんかスポーティーな格好して、面白い競技やってました、やりましたからね。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、もしよければしてください。一応ね、Twitter の URL はね、概要欄のところに載せておきますんで、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。では、さらば。